フリーダイヤル22-0222。あ、もしもし、松本引っ越しセンターさんですか。あ、隣のそば屋にいつもの天そば日記をネギ多めに、ネギ多めにお願いいたします。おいや、松本引っ越しセンター。沖縄を丸かじり、教室から飛び出して子ども探検隊に参加してみよう。沖縄石垣島西表島の自然歴史動植物たちと触れ合い学習する体験旅行、小学生ならば誰でも OK。 期間は3月30日から4月2日。費用は103,800円。お申し込みお問い合わせはご覧のところへ。子ども探検隊は君の参加を待っている。プリンスアイスワールド京都公園、素敵なアイスショーが高野アリーナで開催されます。おなじみ佐野実に加え、アルベールビルオリンピックの銀メダリスト伊藤みどりが特別出演。お問い合わせはご覧のところまで。昔、弱い者いじめばかりする子がおったそうで。いじめっ子、怖い、いや。村のお地蔵さんはいつも悲しそうに見ておった。もうどこかへ消えておったそうな。誰じゃ、いじめっ子は。仲良し地蔵さんが見ておるぞ。昔昔、あるところにお手伝いタヌキがおったそうな。ほら、水汲み嫌じゃ、巻き割り面倒じゃ。お手伝い大嫌い。お手伝いを嫌がっていると。手伝ってやろうか。みんな、お風呂が沸いたぞ。ちょっと待ってください。いやいや、あれ、あれれ、あれれれれ、いや、なんと、お手伝いタヌキのいたずらじゃった。お手伝いタヌキに化かされんように、みんなお手伝いしてるかな。昔、和尚さんが子供たちを晩ご飯に呼んでくれた。おら、大根嫌いじゃ。おら、豆嫌いじゃ。おら、魚嫌いじゃ。おら、人参大嫌いじゃ。その夜、もったい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 ね。怖いよ。ごめんなさい。もったいね、もったいね、もったい。それはもったいないお化けというものじゃよ。それからというもの、子供たちはちゃんと残さず食べたという。ごちそうさま。みんなももったいないお化けが出んようにしとるかの。